どうも、いきなりで恐縮ですが、この2週間の間に、いやー、この歌詞、まさにそれだなって思った曲がね、1曲あるんで、ちょっとご紹介したいんですけど、ちょっと唐突なんですけどね。バンプオブチキンのスーパーノバーっていう曲があるんですけど、ちょっとね、この曲さっきね、改めて調べたらさ、2007年の曲で、15年ぐらい前だったってちょっと知って衝撃だったんですけど、で、その15年来の曲を何をそんなに噛み締めたかっていうとね、 この曲の A メロの歌詞、ちょっと読み上げたいんですけど。熱が出たりすると気づくんだ。僕には体があるってこと。鼻が詰まったりするとわかるんだ。今まで呼吸をしていたこと。まあ、この歌詞がありまして、あの、サビに続いていくんですが、これ要はね。 普段は気にも留めないんだけども、何か、こう、熱が出たりして、こう、健康がね、こう、阻害されて、いつもと違う状態になると、ああ、普段の状態って、なんてありがたい、恵まれていたんだって、失って初めて気づくよね、っていうのが、延々と歌われている曲なんですが、あの、ま、早い話がね <laughs>、ま、要はコロナにかかりましたよっていうお話でございます。はい。えー、8月の何日頃ですかね、20何日かに病院行って、 陽性ですって言われて、しんどいんだろうなとは思ってはいたんですけど、予想以上に、思ってたより、めちゃめちゃしんどかったんですよ。だから、もうこのラジオの方も、YouTube の方も、2週間以上何も言わずに更新が空いてしまうのを多分、えー、初始めて以来初かなって思ってたので、なんかすごい <laughs>、ああ、せっかく続けてきたのになんかこんな体調不良で、2週間も3週間も空けちゃうのってなんかすごい、 情けないなとか思ったりして。体調が悪いせいでさ、もうすごい自暴自棄になってね、めっちゃメンタル落ち込んでたりもしたんですが、もうなんか、辛かったんですけど、その症状的に。ただ、久々にこんなに激しい熱とか、あの、咳とか、ま、いろいろ症状があったんですが、そういうのがか経験して、発見も多かったなって思うので、ま、どうせかかるんだったら、ちょっと何か、これで得た知見とか、考えたことを、ラジオにしちゃおうっていうことで、まあ、 ライブ参戦レポならぬコロナリカンレポということで何回かに分けてこのコロナ関連の <laughs> 俺のコロナこんな感じだったよっていうのをレポートに面白おかしく残していこうかなと思っておりますまあ連日コロナね もう一日何万人ってかかってるわけですから、このレポート自体もね、もう何十万番千字目かの、あの、レポートだと思うんですけど、まあ今回はこの BA.5 バージョンということで、免疫逃避もあって、もうワクチン3回打ってたんですけど、そんなの全然、なんか意味もなさなかったんじゃないかっていうぐらい、すんげー高い熱と、あの、諸症状に襲われて、まあしんどかったんだよねーっていうお話とか、あと、 それを経験しといて、もし次かかるんだったら、かかっちゃうんだったら、その前にこれ準備しとくとめっちゃいいよね、とか、これ必要だったよね、みたいな、あの、反省もあったりするので、そういうのをなんか、こう、ちょっとね、知見としてお伝えできればと思っております。明日のどなたかの、何らかの、何らかのね <laughs>、なるかわかんないけど、参考になればいいなと思っておりますので、まあ、どうかね、楽しくお聞きください。 で、まあ、一応ですけど、まあ、こんなこと言わなくてもお分かりだと思いますが、私がお伝えする情報をね、一意見でしかないですし、すべての人がこの症状に当てはまるわけではもちろんありませんので、あの、個人の症状に合わせて、まあ、お医者さんの指示にもちろん従っていただきたいですし、あの、自治体のね、保健所の指示などに従っていただきたいなとは思っておりますので、あの、すべてを真に受けないでいただきたいというのは <laughs>、大前提の上でお聞きいただけると幸いでございます。はい、というわけで、早速ね、 喋っていきたいんですが、ちょっと、いくつかのね、あの、キーワードをもとに、適当に喋っていきたいと思います。で、まず大前提として、今回ね、特殊な事情が私にありまして、っていうのもね、一つ目のキーワードは、隔離不可っていうことです。どういうことかっていうと、厳密に言うと、家の中での隔離が不可っていうことですね。家庭内の隔離がマジで無理で、その家の構造上っていうかね、 あのね、うちがね、今ほんとま特殊な居住環境に住んでいるので、ちょっといろんな事情があって、あの、ちょっと個人情報的な観点で詳しく言えないんですけど、まあ、とにかく無理なんですよ。な、なんていうの。まあ、ちょっと具体的なこと言うと、ボロすぎて、遠しめてても、その、空気感染は絶対しちゃうよねっていうような感じなんですよ。部屋の壁っていうのがもうほんと仕切りみたいな、パーテーションぐらいの意味しかないくらいボロい家に、 住んでいるので、まあ無理だなって思って <laughs>。だからこの、今回かかるまでも、今一応二人で暮らしてるんですが、あの、旦那とね、あんまりラジオで言ってないですけど、一応結婚しておりまして、で、旦那と住んでいるんですが、で一応私はあんまりなんか旦那とか嫁とか、あのー、妻、夫っていう言い方好きではないので、自分の物言いとしてね。ちょっと旦那の話をするときは、彼の見た目がね、ゴリラみたいな見た目をしていて、結構ごつい、 風貌なんですよ。で、かつ、私3月誕生日なんですけど、やつは5月が誕生日で同い年なので、向こうの方が若干先輩なんですよね。誕生日的に見ると。なので、まあ便宜的にこのラジオでは、やつのことはゴリラ先輩と今後呼ばせていただきたいと思うんですが。で、そのゴリラ先輩と普段二人で住んでいて、コロナのニュースを見るたびに、多分もうどっちかかかったら、もうもう片っぽも絶対、 数日遅れてかかるから、もうそれは覚悟していようねっていう話はたびたびしてたんですよ。で、そしたらね、最初に、実はね、今回、症状を訴えたのは、ゴリラ先輩の方なんですよ。<laughs> えーと、初めはね、喉の痛みでしたね。喉の痛みっていうか、なんか変な感じするって言ってて、で、最初は普通になんか喉風邪かなーとか思ってたんだけど、翌日に微熱で発熱しちゃって、ああ、もうこれは確実にそうだね。 ってなって、えっ、ー、と、病院に行ったっていう運びなんですが、もうその隔離負荷っていう時点でね、なんていうの、ダブルでかかるっていう前提で動かなきゃいけなかったわけですよ。まあ、逆に言うと、隔離負荷っていう時点で、そのなんか、家の中で除菌とかはしてない。だってもう二人ともなってるから。で、同じ菌、どうせかかってるから、もう、毎回なんかさ、寝室に、 手袋とマスクして水とか運ぶとかさ、食事もなんかすごい換気して感染に気をつけながら調理するとかそういう気遣いはもう全くなしだったので、まあその点は楽だったなって思いますね。家の構造的にそういうのが無理なので、もうそこを完全に諦めて二人同時にかかるっていう <laughs>。 <laughs> これ絶対やらない方がいいですけどね。あの、うちみたいな特殊な事情だったらもうそこせざるを得ないっていう諦めがあったらしょうがないのかもしれないけど、普通の家では絶対多分そういうのしちゃいけないですよね。ほんと、大人数の家族とかだったらなおさらですよね。4人とか5人家族で誰か1人になっちゃったって言って、あと4人全員かかるってなったら、それこそ偉いことだと思うので、本当隔離、家庭内での,あの隔離はしなきゃいけなかったと思うんですけど、まあ、今回は無理だったので、そういうのはしてない。 その点では、まあ、ちょっと楽だったかなとは思いますけど。でですね、今回かかってみて、一番きつかったなって思う症状が、まあ、大きく分けて3つあります。ダントツできつかったのが上位2つで、えー、2位が高熱ですね。最終的に私が測った範囲で最高の温度が9度くぶでした。 えで、今までインフルとか、なんか、昔ね、なった時とかでも、8度南部とかしか行ったことないんですけど、駆動台で駆動区分、いい、いい感じのルルーマ油みたいな温度のさ、発熱したの初めてだったので、うわ、ちょっとこれはやべえなってなって、で、あと、なんて言うんだろう、発汗の量が私はえげつなくて、あの、なんか、他の人と比較ができないので、あれなんですけど、で、私、結構ね、その、汗かきにくい体質なんですよ。 同じ運動とかしても、あんまりなんか汗かかなくて、あとでじわじわかくかなみたいな感じで、こう、顎からさ、汗が下り落ちるとか、そういうの、ほぼ経験したことないんですけど、激しいスポーツをしたとしてもね。なんだけど、ただ横たわってるだけなのに、布団に。それでも尋常じゃない量,量の汗をかいた。そういうくらいの高熱が出たのは、ほんと初めてだったので、めっちゃきついなってなりました。 なんかね、頭がぼーっとするっていうよりは、もうただひたすらに、熱い。<laughs> 私は熱いっていう感じだったな。でね、そうそう、不思議だったのがね、そのイングルとかの熱と全然違うなって思ったのが、私、高熱でもめっちゃ普通に喋れたんですよ。これ不思議だなと思って。なんか、意識はめっちゃはっきりしてるわけ。うわ、すげー熱高ーいとかさ、あの、ま、声ガサガサですけど、一人言はすごい言えたし、<laughs> 言わなくていいんだけど。 めっちゃしんどいみたいなことを言えるその頭はあるわけですよですごい熱高いんだけどあのねなんか冗談を言うあの脳みそのリソースは残っててさすがに口読分の時はねあのちょっと上ごとみたいな風でしたけど口読2部とかくらいの時はねあのその温度であの親に電話とかしてたんで。 今ね、めっちゃ熱高いんだわーとか言って、何度だと思うみたいな風でクイズ出したりしてたくらい余裕はないんですよ。もちろん余裕はないんだけど、なんかふざける思考力は残ってるみたいな感じだったのが不思議でしたね。<laughs> 思考力が奪われない高熱もあるんだっていうのは、あの、ちょっと体感したんですけど。で、その、症状としてね、きつかったのが第1位が喉ですね。喉の痛み。 これ、マジでえげつなかった。あの、舐めてましたね。私は、どっちかって言ったら、なんかこう、本当高熱で、もう意識が朦朧とするのがきついのかなとか思ったんですけど、喉の痛みがマジでえげつない。で、これラジオで喋るにあたってさ、めっちゃ考えたんですよ。あの、この喉の痛みなんて表現した方が的確に伝わるかなって、すごいさ、あの、布団でゴロゴロしながら日々考えてたんですけど、一番近しそうなのはですよ。ちょっと想像してみてくださいね。 喉の,の、その喉仏の奥の位置ぐらいのところをあの想像していただきたいんですが、そこにコンペイトがあるっていうイメージが多分一番ね、意外画感としてはね、近いと思うんだよね。コンペイトってあ,あの直径1センチくらいのあの大きさですよ。で、そんなにそのトゲトゲしてないじゃないですか。ウニぐらいチクチクはしてないんだけど、なんか、微妙な突起でしょあの突起のデカさって。 ちょっとイボイボしてますね、みたいなのが。しかもちょっと硬いじゃないですか、コンペイトって。ガリって噛まなきゃいけないぐらい硬いでしょ。あの硬さのもので、あのイボイボ加減のやつが、で、あの大きさのやつが喉の奥にいるんですよ。ずっといるの。それはもうなんかね、喉にね、なんかなんてなうんだろね、突き刺さってるっていうか、そこにずっといて、塞いでるっていうイメージですよね。だから、何がきついってね、あのね、演下がきついの。演下ってわかりますあの、飲み込む。 ごっくんがきついわけ。で、ありとあらゆるごっくんがきついんですよ。で、どういうごっくんがね、しんどいかっていうとね、一番はね、唾を飲み込むのがマジできつい。じゃあ、あ唾飲まなきゃいいじゃんって思うんですけど、あの、多分ね、今皆さんどういう環境でこのラジオを聞聴きいただいてるかわからないですが、無意識で、日々人間はね、唾を飲み込んでいるのよ。こうやって普通に、なんか知らないですよ。家事して聞いてる人もいるだろうし、こう、運転しながら聞いてるとか、まあ勉強しながら、 とか、なんかしながら皆さん聞いてらっしゃると思うんですけど、今こうしてる時、今この瞬間にも、リスナーの皆さんは、ツバをね、ちょっとね、飲み込んでるのよ。一定期間ごとに。で、それは、健康だから意識しないだけであって、もう、この喉が超痛いさ、期間はね、こんなにツバ飲み込んでんのっていうぐらい、もうね、ツバが溜まるのよ。めちゃくちゃ溜まるの、口の中に。で、もう、ツバで口がいっぱいになってきて、うわ、やだ、やだ、飲み込まなきゃ ごくうえ,痛えみたい一 <laughs> 日に、だから何百回で繰り返すわけですよ。一分間に多分一回は絶対ツバ飲んでると思うわけ。多少なりともね。で、まあ、わかんないですよ。そのコロナの、その、熱が高くなることによって、そのツバのさ、分泌量とかが上がってて、よりツバを飲む回数が増えてるのかもしれないんですけど、いや、にしてもよ、めっちゃツバ溜まるし、めっちゃツバ飲み込まなきゃいけないわけ。 で一回ね、我慢してみたんですよ。唾飲み込むの。こんなに痛いんだったらもう唾を飲み込まない方がいいに決まってると思ってね、めっちゃ我慢してたらね <laughs>、よだれになって <laughs>、口の外からねあの、こぼれてきちゃって、う、これは汚えんだわこれは汚えんだわと思って <laughs>。それやめたんですけど <laughs>、ほんときつい。飲み込むのがマジできつい。だから、あのー、まあ、これはちょっと、次の回で言いますけど、だから食事がきついわけよ。 でもっと言うと、水分補給ができないんですね。もう痛すぎて。あのー、お茶をさ、お茶とか水をさ、とにかく頻繁に飲んだ方がいいじゃないですか。死ぬほど汗かいてるわけだからね。でもそれができないんですよ。もう痛すぎて。つばも飲めないのに水なんか飲めるかっていうことで。だから結局脱水気味になっちゃって、あの、おなんだ、水分はすごい取りなさいって、お医者さんに言われたんですけど、いや、それができたら、 苦労しねえんだよな。こっちだって飲みたいんですよ。お茶飲みたいなとか、スポドリ飲みたいなって思ってるんだけど、もう、そんな飲みたいという欲求よりも、喉が痛いの方が勝ってしまっていて、あの痛みと向き合うぐらいなら、脱水でしんどい方がマシっていう思考になっちゃうんですよね。それでね、脱水になってる人めっちゃ多いんじゃないかなって思うんですけど、実はね、この二つの症状のピークを超えて、なんか治りかけてきたなっていう時に、 喉の痛みと高熱よりもさらに上を行く割り込み1位の症状があって、それはね、次回の冒頭でお話ししたいと思います。それって言うと思いますよ、皆さん。はい。というわけで、ちょっと長々喋るとあれなので、一旦区切りたいと思います。ありがとうございました。では、また続きのエピソードでお願いいたします。ありがとうございました。アデュー。